こんにちは、ガンチャンです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、ソレイケスカウティングレポート2023ということで、広島カープドラフト指名選手について話していこうと思います。まあ、このチャンネルではファン目線、スコアラー目線の切り口で、様々な角度で野球の話をしています。スコアブックの書き方シリーズ、ドラフト情報、新外国人情報、そしてシーズン中はライブ配信なども行っておりますので、チャンネル登録またの方はぜひこの機会にチャンネル登録お願いいたします。まあ、事前に1位指名を公表しまして、青学の常宏投手を獲得できました広島カープ。 それに加えまして補強ポイントでありました左投手を大学生で2名も獲得できかなり内容のいいドラフトができたんじゃないかなというふうに思います、まあ、今年はですね下馬評では B クラスの予想が多かった広島カープなんですけれどもその前評判を覆しまして2位に躍進した広島カープ荒、まあ、井新監督のもと2024年派遣奪回を目指す広島カープなんですけれども早速ですね2023年広島カープのドラフト指名選手を見ていきましょう 1一位指名、常広早と投手。2001年9月18日生まれ、21歳。身長は180センチで、体重は73キロ、右投げ右打ち。大分県出身で、楽天の騎士投手のような投球フォームから繰り出すアウトローのストレートは大変伸びがありまして、バッターの手元でさらに一段と伸び上がる印象があります。最速153キロのストレートに、スライダー、チェンジアップ、スプリットを投げ分けます。全日本大学野球選手権大会の明治大学との決勝では、9回を126球を投げ切っておりまして、 下半身を使っった無理ののののななないい投投球フォームから試合の終盤になってもがが落ちないのが常投手の魅力です高校時代は1年の夏と3年夏の大分県大会ベスト4が最高成績で甲子園出場はありませんでした青山学院大学入学当初は春のシーズンがコロナ禍で中止となり登板はありません2年生の春の開幕戦東洋大との試合で8回からリリーフ登板で初登板を果たします当時の常廣投手は上半身の力だけで投球しておりましてどうしても下半身主導の投球ができずに 壁に当たっていた時期でもありました。 ついに、常廣投手は腕の力だけで投げてきた投球フォームに無理がたたりまして、故障してしまいます。しかし、2021年開幕カードの中央大戦から下半身主導の投球フォームになりまして、5回と3分の2を投げ、打者22人に対し、球数87球、飛安打2、脱三振6、四四球3、無失点の好投を見せます。なお、この試合に登板中、常廣投手は右足の内転筋を痛めて途中降板してしまいます。しかし、この故障はですね、上半身中心の投球から下半身を使った投 投球へと変わった証拠でありまして常博投手にとってはその後の飛躍的な活躍の分岐点となった当番となりました4年生になりましたは2023年春のリーグ戦では6試合で3勝0敗防御率1.44さらに全日本大学野球選手権大会では優勝候補の明治大学相手に9回を1奪三振で完封勝利、まあ、青学が優勝します、まあ、これで一気にドラフト候補だった常博投手の名前が全国クエと広がりましてドラフト1位候補と言われるまでになったピッチャーですそして2位指名が高田一投手 2001年7月26日生まれの22歳身長は 180cm で体重は8 0キロ。左投げ左打ち愛媛県新居浜市出身で投球フォームが非常に綺麗にまとまっておりまして請求で苦しむことのなさそうなピッチャーです右バッターのインサイドそして左バッターのアウトコースに決まる直球は非常に質のいい球を投げます変化球はスライダー、カーブ、カット、スプリット、チェンジアップと球種も多彩です下半身主導の体重移動がしっかりとできておりましてそのストレートは急速表示以上に 切れ味と重さがあありりまますす高校校はで広島の広陵高校に進学しまして3年生となりました2019年3月30日春の選抜大会では東邦高校との2回戦で4番手として登板しますが試合は大差がついておりまして1イニングと3分の1を投げたのみに終わってしまいました、まあ、大正大へ進学後1年生の秋からリリーフとしてベンチ入りします3年生となりました2022年秋のリーグ戦で7試合に登板しまして4勝0敗防御率1.23という成績でベスト9を しかし神宮大会では失点を重ねるものの四年生になりました2023年6月8日に行われました全日本大学野球選手権の準々決勝富士大との試合で五番手として登板しまして一イニングを投げまして最速149キロをマークしますまた直近の試合では周期リーグ2023年9月24日の留国大学との試合で九回を打者た35人に対しまして玉数122球飛安打10ながらも脱三振六で完封勝利を収めています、まあ、先発も中継ぎも も両方受けるとということでチーム事情にとっては非常に貴重な戦力になるのは間違いないと思いますね。 そして3位指名が滝田和樹投手です。2001年12月28日生まれ21歳。身長は183センチで体重は76キロ。左投げ左打ち。北海道黒松内町出身で、高校はスッツ高校へ進学します。高校時代は無名な投手でして、3年間で地区予選3回戦が最高成績で、甲子園出場はありません。聖佐道都大学に進学後は1年目がリーグ戦開催中し、そして2年生の時にはほとんど登板がなかったのですが、3年生となりました2022年。週期リーグ リーグから頭角を表します4試合に登板しまして3勝1敗、防御率1.73。そして4年生春のリーグ戦では4試合で3勝0敗、防御率1.40。しかし、6月に行われました侍ジャパンの大学代表選考合宿で、左臀部を痛めておりまして、8月の上旬に登板しましたオープン戦でも1試合のみの登板で、その試合も1イニング持たずに降板しておりまして、病院で検査をしても異常はないのですが、痛みが長引くという状態が続きました。まあ、その後は周期リーグで復活登板を果たしておりますので、状態 は良くなっていることとは思われますがコンディション不良だけはね起こさないように気をつけてほしいですね滝田和樹投手の特徴といたしましては最速153キロのストレートにスライダーカーブチェンジャポを投げ分けます 特にチェンジアップが素晴らしいピッチャーで左右に投げ分けられるのが特徴的で、まっすぐとチェンジアップのコンビネーションだけでも十分に試合を作れるポテンシャルがあります。また、直球の角度も国学院大学のね、竹内投手に引けを取らないストレートの強さがあるピッチャーです。そして4指名が中田優斗内野手です。2005年7月31日生まれの18歳。身長は186センチで体重は94キロ、右投げ右打ち。沖縄県那覇市出身で強打が売り物の大型内野手です。高校生離れしたスイングは懐 の深い打撃フォームでこう決して大振りするタイプではなくて腰の回転から最短でバットが出てくるイメージです2023年3月18日に行われました春の選抜大会の1回戦大垣日大戦では3回裏に左中間の奥深くへ満塁ホームランを放っていますまた2023年8月19日の夏の甲子園大会準々決勝では慶応高校戦で4回裏に先制の2点本塁打をまたもや放つなどここぞという大舞台に非常に強い選手だなという印象がありますね高校通算22本 本塁だという数字以上に打席の中での雰囲気がある選手ですそして5位指名が赤塚健闘投手です2001年7月1日生まれの22歳身長はですねなんと1 9 5センチもありまして体重は1 0 2キロ右投げ右打ち静岡県の磐田市出身で中京学院大中京高校では2019年に現在阪神タイガースに所属します藤田健人捕手とのバッテリーで岐阜県大会を突破します夏の甲子園でも主に中継登板で準決勝まで行くのですが優勝校であります 犠牲者高校の時には指名はなかったのですが中京学院大に進学後は長身を生かしたピッチングで圧巻の投球を披露します2023年9月8日に行われました東海地区岐阜県リーグでは岐阜大戦に登板しまして7回コールド7イニング無失点の完封勝利奪三振も10で丁寧に投げている印象でした最速153キロのストレートを中心にスライダーフォークツーシームを織り交ぜる投球にはなるのですが大型 また上にありがちな請求力が課題という中でコーナーにしっかりと投げ分ける力がありますそしてなんといってもですね195センチから投げ押されるストレートは角度が大変ついていましてなかなか捉えることは難しいと思います大学では先発をやってきた赤塚投手ですがやはりロングリリーフやセットアッパーなどで投げられる方が嫌ですねもっとボールに体重が乗っていけば単なる急速以上にボールが大変重くなると思いますので長打を打たれることはほとんどなくなるぐらいのピッチャーになりそうです、まあ、メジャーもね視察に来るぐらいのピッ ですからこれからさらに大化けする可能性があるかもしれませんまあそういったわけでですね今日はソリウケスカウティングレポート2023ということで広島カープのドラフト指名選手を見てきたわけなんですがトータルで見ますと広島カープの今年のドラフトは98点ぐらいの高得点をつけてもいいと思います、まあ、ほぼ満点のドラフトだと思いますねまずは何と言いましても事前公表通り青岳の常広投手をしっかりと獲得できたことが大きいでしょう、まあ、常広投手に関しましてはカープが先発リリーフどちらのイメージで考えているかはわかりませんが 両方受けるタイプの投手だと思います先発に回ることになりましたら栗投手、森下雅人投手らと並びまして大卒の右腕のローテ投手が充実することは間違いないでしょう、まあ、仮にリリーフに回るとするならば栗林投手につなぐセットアッパーが充実しますので島内投手や矢崎投手らの負担が軽減されますし延長に入った場合でもリリーフ投手の枚数が増えるのはかなり広島にとっては強みになりますそして一番大きかったポイントは大学生サワを2人も取れたことです左の先発タイプの投手が不足がちな広島に取りまして 高田投手とと滝田投投手手このの2名名指は大きかった思いますを中心に左の投手は玉村投手の成長が期待したところに加えまして即戦力として期待されました森翔平投手が12試合で4勝2敗防御率4.53ともう少し勝てたかなというところで中継投手は森浦投手が13試合のみの登板に終わっていますターリー投手が奮闘したものの先発中継と左投手が不足気味だった広島カープそこに大学生左投手を2枚加えることができたのは大きかったと思いますし 右の高校生大砲候補でもあります中田選手につきましては将来的にはね中軸を打ってもらわなければいけない選手です今年の広島カープは一塁手が固定できませんでしたマクブルーム選手が60試合ドーバイス選手が50試合サワ選手が20試合を守るなど一塁手のスタメンが固定できなかったことが打線の固定にもつながりませんでした、まあ、いきなり中田選手がですね1年目から大活躍するというわけではないでしょうが新外国人の獲得や今年活躍した堂林選手らもまだ数年は打てると思いますので2、3 3年後にには中田選手ががが塁に定着すす。るるととかななり強力な打線が出来上がると思いますやはり一番大きなポイントは大学生投手をね2名取れたことでしょうかカープは右投手が揃っていますので左腕が23人出てくればかなり左右のバランスが取れましたいいローテーションが組めると思いますね。 まあそういったわけで今回は広島カープ2023年ドラフト会議指名選手について話してみました。さてこのソレイケスカウティングレポートシリーズでは皆様からの情報やご意見なんかもどしどしコメント欄にお待ちしております。おすすめのドラフト選手候補や地元の無名選手、また取り上げてほしい選手なんかもね、コメント欄にお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。